株式会社パティシエース小山は、兵庫県三田市百合の木台に本拠を置く、洋菓子メーカー、パティシエ小山進むを創業者とする。1500坪の敷地内にカフェ、ショコラブティック、ローズラ、パン工房、複合空間、フレーム、ギフトサロン、子供と大人をつなぐパティスリー未来製作所など8、ブランドの店舗や施設が立ち並び、お菓子のテーマパーク、 スイーツの一大ワンダーランドなどと呼ばれることが多くなった。テレビ東京の番組 TV チャンピオン味覚部門第1位を受賞したことがきっかけで生まれたロールケーキ小山ロールとショコラの本場と言われるフランスでも高い評価を得ているショコラが特に知られる。本社は三田市のウッディータウン内にある。自然豊かな丘陵地である。 この地を気に入ったオーナーでパティシエの小山進むにより当初は庭付き一戸建てのイメージで店舗には8台の駐車場を合わせ300坪でスタッフは8人で開業された開業前のコンサルティング会社のリサーチでは1日の売上予測は8000円であったしかし小山は幼少期の夏休みを過ごした祖母の家に近い緑の多い三殿をに入り 周囲の大反対を押し切り出店当初は前日の小さな工房と店だけだったが、本店に集約されていたお菓子やパンなどをカテゴリーごとに分形させる形で、1500坪の敷地にパン工房、マカロン工房、アイスクリーム工房、お菓子教室、カフェ、子供しか入ることのできない未来製作所など多数の店舗を持つスイーツの街へと進化させ、 現在では200人を超えるスタッフが働く。本店を超える視点はないとの考えから、全国の商業施設からの出店要請を断り続け、視点を持たない方針で営業している。小山は、小学生時の転校をきっかけに始まった未来を考える心配性から、現在でも商品を考える際には常に寿命を考えて決めている。そのため、 開業以来看板商品となっている小山ロールがいつまでも人気商品でいられるため味を変えないとともに商品を常に進化させるという基本を忠実に守っている。2019年9月12日には小山がオープンする前から考えていたというメインショップのリニューアルを行いオープンした。全体の空間デザインをザペニンシュラ東京。 間三ダ・ミ美術館などを手掛けてきた橋本祐希夫が担当し、小山がクリエイティブの木と呼ぶ中央の巨大な鉄製の逆さまの木はローズラでメインオブジェクトの歯車を手掛けたスラップトーンの平山トールが担当。天井に根を張った木は床に向かって枝を伸ばし、その先には実った果実たちが並ぶ。幹とその周辺には小山のクリエイティブの源泉であるギター、 レコード、クワガタムシ、カブトガニ、ティラノサウルスの骨格などの鉄製のアート作品が配される。内装には、左官職人の九十優勢、丹波笹山の陶芸家、市野正彦、照明は、ローズラや未来製作所も手掛けた、ライティングデザイナーの佐藤正明が担当した。さらに、庭は、オープン時から手がけてきた庭師の松下博隆が、数年かけ、 完成を目指す。同社は2003年の開店以来、毎月大量に出る生ゴミの資源循環を課題として取り組んでいる。2010年には堆肥製造機を導入。生ゴミを堆肥にして、三田市や丹波地域の農家らに届け、育てた栗などでケーキ作りを試みてきたが、洋菓子特有の油脂分の多さから、完全な発酵が難しく、軌道に乗り切らずにいた。 しかし、2018年秋の丹波乳業との出会いが、堆肥の完熟を可能にし、エスコ山で出た生ゴミを原料とする堆肥で育った稲を食べた牛から搾乳された牛乳を原料とする小山プリンのほか、カスタードクリームにも加工し、ロールケーキやシュークリームの製造も可能とした。これにより、地産地消のみならず、商品の質の向上も実現させた。出店。 エスコ山店内チョコレート専門店、ローズラ店内イエスリビング離れと手前が、未来製作所入り口、夢先案内会社外観、くすみゆうの手による、夢先案内会社店内小山菓子店出店、小山ロールをはじめとするる生菓子とバウムクーヘン、焼き菓子などを販売、コンフィチュールマカロンブティック、パン工房、メロンパン、カレーパン、クリームパンを、 主な商品とするほか、バゲットなどのハード系、ケーキ屋が作るサンドウィッチなどを揃える。ショコラ専門店。石造りの要塞を思わせる作り。ロジグラとゴジラを掛け合わせたネーミングで、大の大人が本気で作る秘密基地をコンセプトにする。ロジの多い京都育ちの小山が、子供の頃に夢中になった、世界観が表現される。ショコラの販売のほか、 原料であるクーベルチュールの保管の様子が見学できたり、エージットと名付けられた空間では、セミナーも開催される。カフェ。母屋の離れに客人を招き、特別な時間を過ごしてほしいとする思いから作られた、北欧風の内装のカフェ。ケーキ、スイーツ、無農薬野菜のサラダ、ジュースなどのメニューがある。アイスクリーム工房。季節により変化のあるフレーバーがある。 キフトサロン、バウムクーヘン工房。外部から工房内を見学できるようになっている。12歳以下の子供だけが入店できる。白を基調としたメタリックな内装とし、近未来なお菓子屋さんのイメージに作られている。卵型のドームの突き当たりには高さ105センチメートル、幅60センチメートルの扉があり、そこから先は作った小山自身も入れない。 子供だけが体験できる空間を作ることで子供が大人に伝えようとし大人はそんな子供たちの話に真剣に耳を傾けることを想定して作られた小山がかつてはどこにでもあった駄菓子屋の精神を再現したくて作った店である小山はある地域の会合で子供向けのお菓子教室を開催したことがあったがその際の一人のコミュニケーションが苦手な女の子とのエピソードが きっかけとなっている。また、同時に自社の若いスタッフの姿から自分の考えを自分の言葉で表現できない若者が多いことに気づく。小山はこれらは現代社会における子供の頃の地域社会でのコミュニケーション不足や熟が良い、部屋に閉じこもってのゲームなどをするような生活が原因ではないかと考えた。そこで、あえて大人が入れない空間を作ることによって、 子供が体験した感動を大人に伝えたくなるような機会を作ろうと考えた。大人は中の様子を知りたいと思い、入った子供は見たもの、聞いたものを伝えたくなるよう空間が未来製作所であった。オリジナル牛乳か待ってる専門店。京都の路地裏を原風景に持つ小山の思い出をモチーフとした和風を基調とし、四季折々の変化を見せる植樹がなされ、 オブジェの置かれた庭園を持つ。オーダーメイドも可能なデコレーションアニバーサリーケーキ専門店。常時20種類以上のケーキが並ぶ。外観はクリームをサンドしたふわふわのスポンジケーキをイメージし、マジパンスティックを使い粘土細工を行い、採寸し、左官職人の苦渋優勢が形にした。店内には魔法の鍵と魔法の壺が展示されるが、 鍵で引き出した客の要望をパティシエの持つ技術力、発想を象徴する壺の中のアイデア、経験、技術をミックスして形にし、ケーキが完成するというストーリーが秘められている。お菓子教室、エスコ山のケーキ作りが体験できる。出店、その他、数々のオリジナル商品を販売している。ありがとうございます。